はい、皆さんこんにちは、ジョマジです。今日は2024年の6月24月曜日ですね。はい、今日は今からですね、東京ディズニーシーの方に行きたいと思います。今日はね、ファンタジースプリングスホテルのグランドシャトーに泊まってましたので、早速ですね、今からディズニーシーの方に行くんですけれども、グランドシャトーに泊まるとね、なんとアーリー30分前に入れますのでね、もう誰もいないファンタジースプリングスに入れるんですよ。ということで早速ですね、今からあと5分ほどでね、パークの中入れますので行きたいと思います。はい、ではグランドシャトーとお別れです。ではディズニーシーの方に行きましょう。はい、30分前アーリーです。まだほとんどね、誰もいない新エリアです。誰もいないですね。わーすごい、こんなに誰もいない新エリア、もう生涯見れないかもしれません。はい、前も後ろも誰もいません。完全貸し切りです。今ね、一周ノーカット動画撮りました。ほぼ無人のね、動画撮れましたんで、お楽しみに待っててください。動画投稿しますからね。そしたら早速室長になる前に姉行き行っちゃいましょう。もう今日は乗り放題ですからね、もうバンバン行きますよ。はい、今日はですね、ジョマジの家族と行きますね。ではフローズンジャーニー行ってきます。ちなみに15分待ちみたいです。で早速アーリーで行ってきます。姉行き1個目のアトラクですね。失調になる可能性もあるんで早めに来ました。もう15分待ちって言ってましたけど、もう階段なんであっという間すぐですね。5分待ちぐらいだった。ここくだればもうライドだからね。ちょっと行ってきます。いいね、最適いいね。レッツゴー。はい、フローズンジャーニーいきなり乗れました。はい、そしたらですね、お次にラプンツェル乗りに行きたいと思います。ピーターパンはね、ちょっと今子供がね、102センチ以下の子が2人いるので、ちょっと今日は乗れるか分かりません。ラプンツェルに行く前にファンタジースプリングスギフトやってきました。多分この後はね、もう整理券になっちゃうでしょうし、今ならね、超ガラガラなんで、ちょっと軽く見てラプンツェル行きます。はい、では今ね、ファンタジースプリングスギフトでちょっと買い物をしてですね、今からラプンツェル乗り行きたいと思います。ではお次はラプンツェル行ってきます。ではプライオリティルートからパパッと行っちゃいましょう。まあ、今一般スタンバイも10分待ちなんで、そんなに混んじゃいないんですけども、まあ、プライオリティルートだったらね、もう10分も並ぶことなく0分なんで、やっぱいいなと思いますね、マジックパス。あっという間に乗り場です。ラプンツェルのランタンフェスティバルでした。そしたらお次にですね、ビジーバギーに行きたいと思います。フェアリーティンカーベルのビジーバギー。はい、ではティンカーベル行ってきます。まだね、 DPU ルートしか行けないんですけど、25分待ちだって、結構混んでますね。もうあと1列で乗り場なので、実際15分ぐらいしか並んでないですね。結構すぐでした。次はビジーバギー行ってきます。結局10分待ちぐらいで来れたかな。全然25分待ちじゃなかったです。ビジーバギー乗って今10時半ですね。ちょうど今からですね、スナグリダックリングのモバイルオーダー取れたので行きたいと思います。ちょっと早めのお昼ご飯ですね。
はい、では砂栗ダックリング行ってきます。はい、砂栗ダックリングです。一応受け取りというか、ね、モバイルオーダー結構楽になったんですけど、ちょっとね席がね最近暑くてね満席に寝るらしいんでお気をつけください。なかなかね確保するのは大変です。はい、では砂栗ダックリングでお昼ご飯です。いただきます。はい、では昼ご飯食べて今11時22分ですね。でそしたらですね、ちょっと子供今1回寝ちゃったのと、チェックアウトしなくちゃいけないので1回ねまたファンタジースプリングスホテルの方に戻ってチェックアウトしたいと思います。はい、再びグランドシャトーのお部屋に戻ってきました。もうこの光景ともねこれでラストです。いやー帰りたくねー。もう多分グランドシャトーはね当分泊まることはないでしょうからね。いやでもねすごい良かったですよ。眺めも最高ですしサービスも良かったですよ。ではチェックアウトしてまた再び新エリアの中に戻ります。さらばグランドシャトー。はい、ではチェックアウトしまして、今からですね再びディズニーシーの中に戻りたいと思います。ただちょっと寝ちゃってるのでどうしようかなって感じですね。まあ、とりあえず妖精さんと交代しながらアトラック乗るかレストランでのんびりするかちょっと考えます。新エリアの中入ってきました。今1時ちょうどなんですが、とりあえず2時5分からハーバーグリがあるんですけれども、一応もうね今日で見納めになりますので今から見に行こうかなと思います。そしたらハーバーグリ行こうかなと思ったんですけど、あと1時間あるのでさすがに早いですから今からもう一回ラプンツェル行ってきます。はい、ではラプンツェル行ってきます。今ちなみに70分待ちです。ものすごい行列になっててね、もうここの門のところを余裕で超えてます。ただ今日はマジックパスなのでそのまま乗り場って感じですね。この長蛇の列を素通りしております。はい、階段の下まで来れました。5分待ちぐらいかな。70分待ちが5分待ちになりました。ではラプンツェルのランタンフェスティバルでした。そしたら今ちょうど1時半であと30分後にハーバーグリなのでハーバーグリを見に行きたいと思います。ちょうどいいですね。はい、今日は子供3人で来てるんでねだいぶここまで来るのに時間かかっちゃいまして、あと3分でスタートなんですが、とりあえず5番から見たいと思います。ちょっと向こうのリドの方まで行く時間が全然なかったです。あっち行く？はい、ハーバーグリが終わって今2時20分です。そしたらですねこの後は、グランドシャトーを泊まった方限定のですねアトラクション料券を使って問い間に乗りたいと思います。でその後にですね召喚証券を使って BBB ですねビッグバンドビートを見ようかなって感じですね。グランドシャトーのね特典を今からフル活用します。ではトイストリーマニアやっていきます。60分待ちです。まあ、そんなに混んじゃいないんですけども、でも昨日よりは全然混んでますね。でもアトラクション利用券ですのであっという間に乗れます。はい、ではアトラクション利用券使って行ってきます。レッツゴー。ちなみにね70分待ちなんですけどこんな感じで素通りできちゃいます。いいね、もう乗り場ですわ。そこで 3D メガネの目の前まで来れました。5分も並ばないですね。はい、と行ってきます。あっという間でした。3時ですね。一応4時20分からビッグバンドビートなので、まあ、それまでもうちょっとのんびりしたいと思います。では子供がねちょっと船乗りたがってるんでトランジットスチューマーライン行きたいと思います。一周コース5分待ちでした。噴水見て遊んでます。でも近づくのはちょっと怖いみたい。めっちゃ喜んでるけどね。本当はトランジットスチューマーライン行こうかなと思ったんですけども、タートルトークがね15分待ちなのでタートルトークに次行きたいと思います。この噴水がめっちゃ気に入ったみたい。もう15分ぐらいずっといます。いいね。では今
今3時35分ですね。タートルトークが10分待ちになりましたんで行きます。そしたら BBB かな。それにしてもやっぱ新エリア以外は空いてますね。今タワーブテラーも40分待ちでしたし、タートルトークもね10分待ちだからいいよね。あっという間ですね。横の方は全然開放してないレベルです。さすが10分待ち。いただきます。はい、では4時になりました。タートルトーク見て、ちょうどね、中に入れる時間だったんでビッグバンドビート行きたいと思います。それではビッグバンドビート行ってきます。小鑑賞券ですね。なのでめっちゃいいところからですよ。はい、では小鑑賞券でビッグバンドビート見ました。16時48分ですね。そしたらまた今から新エリアに戻りたいと思います。ちょうどね通りかかったらジャンボリミッキー始まったんで見ました。めっちゃよく見えました。それ今5時ですね。ファンタジースプリングスに戻ります。はい、では新エリアまた戻ってきました。でも5時半なんですけども、6時からアレンデールロイヤルバンケットのモバイルオーダー取ってますので、とりあえずアナ雪乗ってからアレンデール行きたいと思います。ではフローズンジャーニー行ってきます。今40分待ちですね。結構落ち着いてます。だから昨日ぐらいからねキャンセル披露ができなくなっちゃったらしいんですよね。まあ、その効果はありそうですね。一応アナ雪行ってきます。一般スタンバイは40分待ちでした。レッツゴーゴーゴー。リベル今フローズンジャーニー乗って今5時50分です。あと10分でモバイルオーダーですね。ぼちぼち向かっていきましょうか。はい、では今日もアレンデールロイヤルセットです。いただきます。はい、とアレンデールロイヤルバンケットでご飯食べて19時10分ですね。あと20分でビリーブ始まるんで向かっていきたいと思います。本当はアトラックいつもだったらね乗るんですけどね、まあ、今日は家族と来てるんでビリーブを優先します。はい、ではビリーブ見に来ました。ちょっと2分前に到着したんでね、あんまりいい場所ではないんですけれども、この5番から見たいと思います。ビリーブが終わって8時ですね。あと1時間で閉園なんですが、最後にですねもう1回ファンタジースプリングスの中にね戻りまして、アナ雪とか乗って今日は帰りたいと思います。はい、で今8時10分ですね。ファンタジースプリングスに戻ってきて、もう最後の最後で一応アトラクション乗ろうかなって思ってたんですけれども、残念ながら子供が寝てしまったのでやっぱりアトラクが乗れなくなってしまいました。もうね一応ファンタジースプリングスマジックで来ることはね今のところ当分予定にはないので、まあ、最後にあと 1,2 個アトラク乗りたいなと思ってたんですが、ちょっと残念ながら寝てしまったので今日はこのままね、せっかくファンタジースプリングス来ましたし、ホテルにまた中に入ってそのままリゾートラインで帰ろうかなと思います。またここからね向こうのメディテレニアハーバーまで戻るの大変ですからね、このままホテルに行っちゃった方が楽だと思いますんで、せっかくですからもう一回最後にファンタジースプリングスホテルの中を通ってちょっと軽く観察してね帰りたいと思います。はい、ということで、本日はですね、家族と一緒にファンタジースプリングスマジックを使ってですね1日ディズニーシーに来ましたよという映像でした。マジックのおかげでねいろんなアトラクション乗れてよかったなと思います。でなんといってもね
こちらファンタジースプリングスホテルのねグランドシャトー、今日初めて泊まったんですけれども、本当にね最高でしたね。もう正直次いつ泊まるか分かんないんですけれどもね、またいつか泊まってみたいなと思いますね。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。ジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。